入れたんですよ、沼に。をさせていただこうと思います。聞いてください。もともと何でも自分で確かめてみないと気が済まない性格でした。まあ、例えばその場合だと300キロ繰り返して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 、とうとう紐を飲み込む時間は丸一日を超えました。ほんとそこのしっぽいな。いや、わからんぞ。だって実際に沼に入って、あー、なるほど。もっと明るくできないですか？もっと明るく、もっと、もうちょっと明るく、気持ち明るく。あ、同じ行動でいいのかな。同じ行動って、あ、そうですね。派手というか、普段曲調を変えちゃう。派手っていうわけではないんですけど、なんていうか明るい曲。そうそうそう。と、なんだろう。いや、この話の中で一番明るいシーン。そうだね。そうだね。うわあ、どうしよう。どうしましょう。そのさっきの3分クッキングみたいなやつありましたよね。そのニュアンス的にはそういう感じなんですね。顔パクっちゃうかな。弾んだ感じがいいよね。はい、じゃああれ終わったやつだよね。赤い剣士終わった後に、終わった後に明るいやつで締めます。 OK です。ここのスペースでこうちょっとした箱で芝居ができれば面白いなと思ってたら、本当渡りに船でやってくれたんで、皆さん何かあった時にはぜひ。もう一回ちょっとやってみてもらって、あ、はい、それで、あの浜本優香って言います。海底ポペっていう演劇ユニットに入ってるんですけど、
大抵は大きい帝にカタカナでボペっていうのブログとかやってるんで検索してもらえたらありがたいんですけど、マイクで喋るんだったら全然 OK、はい、全然聞こえます。ああ、で序盤だけマイクで途中からマイクマイク取っ払ってピアノとあの聞こえるかどうかちょっとやってみましょう。はい、そもそも腐っているっていう定義は何なんでしょう。さっき私が言ったようにですね、酸っぱいような変な匂いがするとか、触ったらブヨブヨするとか、ちょっと見た目ぐちゃぐちゃ。全然聞こえます、大丈夫。あ、本当ですか。もうそこまで聞きましたけども、この前蒸し暑さに してて、で私キリがいいところでこれしようか。でその後に私も満たされたことがさ、でも私がした方がいいか。そうしようか。そうします。じゃあそうします。じゃあだからそれを野田さんが今これ私主導でいいのかな。どっちかというと本来だと役者が合図を出すんですよ。うん、そうですね。音楽に関して。いやー。って多分止まる。わかりやすくするとだよ、簡単に音楽鳴ってます。ここじゃあここが線沼です。で音楽鳴ってくる。思えばっていうのとじゃあ全然違うわけ でこの投げ入れるときに沼に対して自分がどう思ってるかをちゃんと出す。はい、あの浜本優香さんなんですけど、あの劇団大抵コペに所属している女優さんです。彼女です。で彼女は、9月2日と9月9日の夕方5時と7時にここで一緒にライブをします。ちょっと出てきました。やります。やります。精一杯やっていただきます。よろしくお願いします。苦労して最初みたいな。最初すっごいもったぶってボーンってやったもんなんか。ちょっといいですか。うん。私が握っている紐はゆっくりですが、どん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 沼に引っ張られていきます。最終的に10分もすると全部飲み込まれてしまいました。
倍の長さの紐でやってみますね。ちょっと簡略化します。倍の長さ20分、その倍の長さ40分、その倍の長さ80分。簡略化しますね。あー、どっちがいいんだろうね、どっちがいいんだろうね。なんか私結構ね、前のね、大変そうなの好きだったんだよね。あ、まあ、すっごい大変な感じだなと思いました。簡略化しますねって、もう一回の方が面白いかなと思う。で、最後にめっちゃ暴れるみたいな。あー、じゃあそうしようか。あ、です。すみません。あ、分かった。 OK です。終わりました。じゃあ最後
いらっしゃってて、ものすごい金、なんて言うんでしょう、ものすごいこう当たってます。ちょっとしたオーディションみたいな。オーディションのですよね。公開オーディションのようなとても素晴らしい感じになっております。毎日ですよ。毎日どうやって確かめようと思って紐をくりつけて投げ入れて、くりつけて投げ入れてっていうのをずっと繰り返してました。ずっともう沼のことだけ考えてわーってずっとしてました。何を飲み込んでも満足しないこと沼、このヘドロに紛れてですよ、何色かわからない、もう苔とかすら生えてない、何色かもわからないこの沼。ありがとうございます。